皆さん、明けましておめでとうございます。今年もふんわり仲良くしていこうね。ふんわりよろしくお願いします。ほんでうなちゃん、この動画ってふふふ、新年といえば初詣でおみくじを引く人も多いでしょ。そこで私たちも動物おみくじを開催します。おお。園内にこんなものを用意しました。これから5種類の動物さんが順番に登場します。私たちはその中から好きな子を選び、自分の動物さんがたどり着いたパネルが今年の運勢です。はい。私たちの運勢を担う動物さんはこちら。どの子選ぶ？私はユキヒョウさんかな。じゃあ私はツチブタさん。画面の前のみんなも一緒に選んでみてね。それじゃあ始まるよ。明けましておめでとうございます。紐を引っ張るハズレなしのくじに何も結ばれてなかった東北イタコです。明けましておめでとうございます。初詣に待ち合わせてた友達が現れず、待つ間先におみくじを引いたところ、待ち人こずって書いてた京町聖火です。新年早々、人類の命運を背負い集った5匹の動物たち、その戦いが今始まります。トップバッターに躍り出たのはツチブタだ。聖火さん、これはどう動くでしょうかね。いやー、ツチブタは生態に謎が多い生き物ですからね、全く予想できません。今歩き始めました。ちなみに大きなおみくじパネルでは動物たちがまるで寄りつかなかったため、小さいものに差し替えています。地面のコンディションを確かめているんでしょう。全力でおみくじを引かんとするツチブタの本気が見て取れます。おーっと、ここでトドイワ送りの前で動きが止まった。あ、待ってください、これはあー素通りです。ツチブタ今回は見送りました。聖火さんの予想ではどういった結果になりそうでしょうか。ツチブタは豚という名前ですけど、豚ではない生き物です。そうしたギャップの部分がですね、美少女だけどいろいろ性癖こじらせてるキリタンのパネルにシンパシーを感じるかもしれません。なるほど。しかしツチブタ、全然寄りつきません。パネルの裏のこすりつけマットだけでは不十分だったのでしょうか。今回は選んでくれさえすればいいので、パネルの前に寝床用の草を置いてみます。さあどうだ。あーっと、一直線にカリンちゃんのパネルに向かっていく。ツチブタの目に迷いがありません。決まったでしょうか。ここで足を止めて、どうだ。あ、これは腰を下ろしました。ご覧ください、ツチブタが選んだのは中吉です。一年の運勢を占う大役を、その先発を見事に務め上げました。私中吉、やったね。うなちゃん、続いて登場したのはユキヒョウです。ライトに照らされながら悠々と歩いています。おっと、カメラに目線をくれました。さすがファンサービスも忘れません。おっと、これは早いですよ。すでに目標を決めたようです。新雪の上を歩くように優しく、しかし確実に歩を進めていきます。目指す先にはうなちゃんパネル、心変わりはあるのか。あーっと、まるで家に帰ってきたかのようなくつろぎっぷりだ。早かったですね。迷わないよう最初から決めていたんでしょう。ユキヒョウは小吉という結果に終わりました。役目を終えた安心からか眠りについています。素敵な初夢が見られるといいですね。私は小吉、嬉しい、私のパネルだね。まだまだ行きます。折り返しの3番目は115号ライオン。実に綺麗な瞳をしていますね。今日のために汚れを清めてきたようです。邪念を払い望む動物おみくじ、王者はどのような結末を見せてくれるのか。走り出しました。その先にあるのは、お水飲んだ。周りに流されない、これこそが王者の風格なのでしょう。さあ、喉も潤し準備は万端か。こちらを睨みつけつつ歩いていきます。今から行くぞっていう合図ですね。俺の勇姿を見逃すんじゃねえぞと、プロレスラーのような気迫を感じます。おっと、これは姫ちゃんか。姫ちゃんなのか。これは決まりですね。ライオンが選んだのは大吉でした。一番以外に興味なし。獣の王者はどこまでもストイックです。さあ、愛らしく尻尾を振り歩くのは園の人気者、レッサーパンダです。ライオンに続いての登場、プレッシャーを跳ねのけることはできるのか。心配には及ばずといった感じでしょうか。実に軽快に歩を進めていきます。
果たしてどのパネルを選ぶのか、我々には見当もつきません。小春動物園ではあかねちゃんのパネルに飛びついていたレッサーパンダ、今日は誰の元に行くのでしょうか。ユキヒョウ同様、エリアに着いてからまっすぐ目的地を目指している様子。しかしまだわからない。完全に止まった場所が今年の運勢です。リッカちゃんのパネルが一番近いようですが、しかしそこは恐怖の、あーっと立ち止まってしまった。レッサーパンダ、まさかのトドイワ送りを選びました。可愛い子にもトゲがあるということでしょうか。レッサーパンダを選んだ人は相手の見た目に騙されないように注意です。鳥を飾るのはこちらの動物、最大の鳥類ダチョウです。おっと、しょっぱなから走り出した。最速で決めに行くのか。いや、立ち止まりましたね。近くでじっくりと選ぶつもりでしょうか。最後動き出した。どこ行くねん。ダチョウ、紅白模様が気になったか。普段見慣れない珍しい景色でしょうからね。さーて、文字通りというか見た目通り大鳥のダチョウ、最後にどの運勢を選ぶのか、というか選ぶ気があるのか。最初の位置に戻って仕切り直しですね。10分が経過も進展がないため、ダチョウ用のおもちゃを用意。これで選んでくれるでしょうか。あっと、動きがありました。セイカさん、これは。ですね、キリタン、あ、違いました。どうやらおもちゃの土台に引っかかっていたようです。巨体ゆえに足元がおろそかだった。しかし早送りで見てますけど、3度ほどキリタンの前で立ち止まったり、気にするような仕草をとってるんですね。あ、またキリタンに近づきました。キリタンの黒みがかった茶髪を仲間だと思っているのか、先ほどから興味津々の様子。ダチョウは群れで暮らす動物ですからね、仲間が欲しいんでしょうか。ここで初めての動き、そして座り込みました。決まりました、ダチョウは吉です。ついに出揃いました。今年の運勢、結果はこの通りです。偶然にも全員がばらけましたね。みんなトドイワ送りだったらどうしようかと思ってました。皆さんの運勢はどうだったでしょうか。今年が皆さんにとって良い年であることをお祈り申し上げますわ。以上、動物おみくじでした。いや、動物さんたち可愛かったね。まあ可愛いは可愛いんだけど、新年一発目の動画がこれだぜ。いつも通り、いつも通り。私たちは変わらずやっていくので、変わらず仲良くしてくれるよって人は、本年もよろしくお願いします。